こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。この世界ではどこにでもいる普通の高校生だよ。今日は学校で数学の宿題が出たんだよ。でもよくわからないな。そうだ。数学の得意なクラスメイトの立花ちゃんに教えてもらおう。おい、おい、立花ちゃん。こんにちは、小春立花だよ。霊夢ちゃんとは同じクラスのお友達だよ。立花ちゃん、教えてほしい問題があるんだけど。いいよ、ゆっくり教えるよ。ありがとう。この問題なんだけど、問題の意味もよくわかんないんだ。これは最高次っていうのがポイントだね。まず f、x が何次式になるのか調べるよ。例えば f、x が一次式だったらこう表せるよね。x が1乗だった時だね。b は数字だけの部分だよね。そうだよ。続いて二次式だったら、三次式だったらこうなるよね。うん、わかる。だけど f、x が何次式かまだわからないから、これを N 次式と置くよ。 X の N 乗が最高次の多項式だね。今回はこの多項式が何次式かまず求めたいから、最高次以外は省略して表してみるよ。何次式かってことは、つまり最高次が何乗になってるかってことだからね。随分すっきりしたね。これを微分するんだよ。うん、やってみる。こうなったよ。そうだよ、そうなるよ。これを問題文で与えられた式の左辺に代入するんだよ。代入したら展開してみて。やっぱり最高次にだけ着目して、あとは省略していいのかな。それでいいよ。これで左辺が置き換えられたね。ってことは次は右辺をいじるのかな。そうだよ。次は右辺にこの式を代入して展開するよ。 x が何乗かわからないから、 x の n 乗と置いた式だね。やっぱり最高次以外は省略していいよ。8は一応書いとくけど、別に今は省略しても大丈夫だよ。これで左辺と右辺両方変換できたね。そうしたら両辺の最高次の係数に着目するよ。係数に着目して未知数を求める解き方を係数比較法と言うよ。 x の n 乗の係数は左辺は n で右辺は2だね。つまり n は2ってことだよ。つまり f、x は二次式ってことだよ。二次式ならこう表せるよね。最高次の係数は問題文で仮定されているように1だよ。だんだん答えに近づいてきた気がするよ。あと一歩だよ。これを微分するとこうなるよ。fx も f'x も n を含まない式で表せたね。これを問題文で与えられた式に代入して展開して x で整理するよ。x で整理して形を整えるってことは、ここでも係数比較法を使うのかな。そうだよ。そうすると B が求められるよ。 B は2だね。 C も同じようにできそうだね。そうだよ、同じようにできるよ。 B はマイナス2だから、これを代入すると C が出せるね。そうだよ、 B と C が出たね。そして最高次の係数、つまり X2 乗の係数は1だよ。1と B と C を FX に当てはめると、やったー、答えが出たよ。よく頑張ったよ。ありがとう、立花ちゃん。またわからない問題があったらゆっくり教えてね。いいよ、いつでもゆっくり教えるよ。それじゃあ、皆さん、バイバイキーン。バイバイだよ。